さん、おはようございます。皆さん、おはようございます。皆さん、おはようございます。今日は寝癖が髪短い。おはようございます。今日も元気に、昨日検査してないです。おはようございます。心配ありがとうございます。皆さん元気でございます。しっかり寝ました。どこで感染したの？感染してないですよ。感染し、検査するかどうかもまだ、検査の必要があるかどうかの判断もまだ出てないけど、大事な大事をとって検査し、救援させていただきましたっていう形です。あんまり決めつけるっていうか、なんかなったってで、なんかそれはあんまり良くないです。良くないと思います。入れて、でも今日はなんか眠りが浅かったのか、夢は見んかったんですけどね。私夢見ないんですよ。なんか記憶力がないんですか。夢ってなんかみんな見るみたいな絵じゃないですか。それを覚えてるか覚えてないかみたいな。
そう、夢はなんか夢占いできないね。してみたいんですよ、夢占い。なんか思い出せる恋をしようの、なんか MV 撮影かなんかの時に、なあちゃんがなんか夢だったっけ、なんか怖い夢見たみたいな言ってて、なんか私確か骸骨の夢見たみたいな、骸骨みたいなのが出てきて、それでなんかめっちゃ襲われたけど、なんか集団の骸骨に襲われたけど、でも結局私が殺して大丈夫だったんだよみたいな、そんな夢を見たみたいな感じで、怖いんですけど、そう、なんか夢占い、なんか検索したらなんか骸骨夢に出てきたみたいな、倒したみたいなことなんか調べて、結構なんかいい、骸骨が夢に出てくるのはいいことらしいんですよ。骸骨夢に出てきたし、夢占いっていいですよね。私なんか占いしたいんですよ、なんか占いしてほしい、してみたい、人生で一回もないかな、あるかな。いや、ニュースを何かでやってるけど、忘れた、別に ST で占い機会ってあんまりない、ない、手相占いで一回やったけど、占いができる人ってすごいよね。中田香菜ちゃん占いできる、中田香菜さん、中田香菜しかめっちゃ優しかった、中田香菜さん、一回ね、共演させていただいたんで、中田香菜さん。いや、さゆりさんもめっちゃ優しかったですよ。え、面白かった、なんか乃木坂さんの方と。あんまり今までこうセッションしたことがなかったので、初セッションだったんですけど、
セッションっていうやんか、なんて言ったらいいの、一緒に共演したのでね、楽しかったです。あ、そうそうそう、あの村重さん、そうなんです、あの瀬戸チャレが明日放送ですね。私が MC を務めてる番組があるんですけど、とうとう明日が放送になります。私が MC でめっちゃ緊張してきましたよ。めっちゃ緊張しましたよ。なんかでもなんかすごい盛り上げてくれるし、フォローしてくれるし、いや、おもろかったです。いや、HKT48 の村重杏奈さんと松岡夏美さんと坂口莉子さん、3名の方と石田千穂ちゃんと田中ココちゃんと、なんかそんなか石のメンバー2人もなんかフルネームで呼んだら距離感じるけど、いやそんなことないですよ。もうめっちゃ優しくて、いやもうあのまずなんか私だけなんか朝早かったんですけど、なんか私だけなんて言ったらいいんだろう、誰と共演するみたいなこと知ったんですよ朝ね。でなんか福岡まで結構移動時間結構長かったんですけど、その間にバレなんかめっちゃ2人がそう MC だから先に企画とか今日何やるとかなんか打ち合わせをするんですけど、もうなんか2人に根掘り葉掘りめっちゃ質問されまくってちゃんと耐えたんですよ。でもなんかあれでした、なんて言ったらいいの、機械的にも最終的にもう無視なんかすごいね、なんかねあれなんですよ、なんかうまいんですよ聞き方が。しかもなんか絶対このメンバーが選ばれたってことは、あのメンバーとあのメンバーがなんかあのメンバーとあのメンバーがいるんでしょ、あと誰々さんと誰々さんが、でもこの中で絞られてくるから、しかも博多に行くってことは博多に行って HKT48 さんとコラボしないってことは絶対ないからみたいな感じで言って来て、最終的に「え寝た寝た?」みたいな「絶対寝てないよね?」みたいな感じ、それもね質問で、いや私そうそう、私もなんか自分で思ったんですよ、あこれあ自分が喋ったらこうネタバレしてなんかどうにか自分隠そうとしてどんどん口滑らしてポンポンいろんなこと言っちゃうやつだと思って、ちょっと無理になりました。でもネタバレしちゃいけないし、そうファーストリアクションって大事やけんね。
東京の方でも見ていただける番組ですよね、 BS。 ぜひ見てください、ね、MX。 おはようございます。これスライディーです。いや、そうスライディーなんですけど、あ、このぬいぐるみって、でもスライディーを知らない人っているんですよね。だって普通にロッテとかオリックスとか、なんかマスコットキャラクター言ってみてって言われて言えないですもんね。スライディめっちゃおると、え、そうですよね。なんか、え、じゃあもう、え、このなんか変、なんか変ってことじゃないけど、なんかこれ、このドラゴンみたいなやつ何みたいな人いるんですよね、普通に。広島の方はなんか、え、これ何なんですかね、ドラゴン、スライディは何なんだろう。なんでこういう形状になったんですかね。あの、うん、ジャイアンツのラビ、ん？ジャイアンツのラビットじゃなくて、なんかなんてっけ、なんてっけ。あれはわかるし、中日ドラゴンズのドアラもわかるし、あ、ジャビットか。ドアラもわかるし。つば九郎もわかるし、つば九郎もなんでああいうあなたかわかるし、なんでスライディはどっから来たの、あなたどっから来たの。いや、スライディって名前もなんかスライムみたいな、スライム、うん、ハリーホーク、分からん。アメリカ人の作者が命名。見てるね、ココアと。え、どういうこと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 。似てる。セサミストリート、セサミストリート、セサミストリート、スラ、セサミストリート、セサミストリート、セサミスマイ、スマイスタ、スライリーよ、どっから来たの。分からん、分からん。色が似とる、色が似とる。いや、むしろ青と寒色暖色みたいになってるけど、色は似てないと思うんだけどね。馬がシャンプーハットつけた感じちゃう。馬って言われたら馬だもん、馬かも。馬がシャンプーキャップ、
いや、やめて、いや、いいけど、みんなそれぞれのね、スライリーの見た目の解釈はありますよね。アリクイ、確かに多分ここに意味がありますよね、この鼻に。このコイ関係ないから、確かにカープカープって言うけどね、そう、ドラゴンズはドア、ドラ、ドアーラ。いや、なんかあんまり深掘りするのよくないんかな、なんか。あ、でも千葉ロッテ、千葉ロッテマリーンズ、あのめっちゃヘンテコなキャラクターじゃないですか。なんかがなんかに食べられてるみたいな、魚みたいな、ないですか。謎の、え、みんな結構知ってるんですか。そう、謎の魚が食べられてるみたいな。DNA ペーシタおー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 、いや、なんか感染とか言ってたらね、相手のね、なんか相手チームのね、あれ覚えちゃいますよ。巨人はあれが好きだった、なんかチャンステーマみたいなのか分からんけど、なんか恐怖心を与えてくる。おー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 、誕生日1995年7月29日スライリーの1995年までのスライリー。おう、まあ、えが決めろ、ちゃちゃちゃ、広島のね、広島が強かった時はチャンススーパーカード相手チームをビビってました。あ、そうなんですか。やっぱりなんか選手とか、選手はなんかあれが凍るみたいな感じですよね。なんかあの私たちがなんかこうステージに立ってチャラ、アペ、アマ、キーナみたいな、ジャージャーとかがなんかお前が決めろみたいな感じそういうことですよね。選手もなんか人がいるのにめっちゃシーンってなってるのはやっぱりあのなんか違和感だと思うんです、すごい。私も岸壁公演経験してファンの方が目の前にいるけどめっちゃ静かみたいな、なんか
ちょっとあみたいな、あ怖いって感じ、なんかちょっと怖い。サッカーでは今声とか出せないからシーンってたまに なりますよね。いや、え、それどこもまあそうなんですよね。なんかね、なんか応援歌好き。あとは DeNA ベース、横浜ベイスターズはちょっと思い出すね。ベイスターズの、え、なんか分かる人は分かるかもしれんけど、なんか「広島倒せ絶対勝つぞベイスターズ」みたいな。あの歌わかる。広島倒せ絶対勝つぞベイスターズみたいな感じで言うんですよ。うん、全然その後出てこん、全然そのフレーズがめっちゃあるね。巨人のねチャンステーマもねめっちゃあるんですよね。巨人のハンシンのチャンステーマ何だっけ、どんな感じだったっけ。いや詳しい、なんかこうあの球場に行ったらなんかあのめっちゃ覚えちゃうんですよね。めっちゃなんかね怖いっていうか、なんかとりあえず30分もうちょっとやろうかな配信。あ、お仕事の方は頑張ってください。仕事の方頑張って行ってきてください。さあ行こうぜ、どこまでも知り出せ知り出せ、輝け俺たちの誇り、広島おー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 。これは広島のサンフレッチェ、あのサッカーのチームです。やばい、足がジンジンする。あの、しびれてる。
昨日ゆず風呂だったんですよ。ゆず風呂したことありますか？なんかゆず風呂の正解分かってなくて、でもただなんかゆずの原型がそのまま浮いてるみたい、あんまりなんか匂いとかしなかったけど、ただゆずが風呂に入ってた、お風呂に入ってた、美味しかった。え、ゆず風呂のゆずって食べるの？ゆず、いや、食べてない。ゆず風呂の正解が分からなくて、ゆず風呂は皮を剥いて、食べんよね。そう、来ました。そのまま入れて皮とか無害よね。いや、そうなんかな、正解わからん。え、何の効果があるのか分からんけど、めっちゃ眠くなって、あの湯船に使ってるだけ、めっちゃ眠くて、でなんかいつの間にかこう寝てて、熱くて起きた。体がポカポカしたと思う、と思うじゃん。体がポカポカしました。溺れないようにするわ。大丈夫、溺れてなかった、ご安心を。当時お湯に入り病気、あ、そういうこと。ゆず、ちょっと水の中、ゆず風呂いいですよ。なんかお風呂に入ってたらなんかあの歌いたくなる、なんか何よって感じか、なんか音楽流したくなる。みんなの平均お風呂ってどれぐらいですか？お風呂で歌うといい気分になった。わかる、上手になった気分になる。15分、1時間40分、なんか私、そっかそっか、30分10分20分、なんかシャワーの時は私、いや20分もかからないです。なんかあの最近は暖房つけるんですけど、お風呂が寒すぎて、でなんか30分が50分、あ、暖房は50分間つけますよみたいな
で、なんかそれがタイマーみたいになったけど、50分間でスタートして出た時はもう40分とか10分、42分とか。でも急いだらもっと早くって入れる、出れる。いや、暖房は部屋はつけないですよ。最近つけてない暖房。いや、母さんにつけとろって言うんですけど、なんかつけたら乾燥しそうで、なんか怖くて。何が怖いんだか。え、みんなも暖房つけてますか。いや、なんか本気で寒くなったらつけようと思って。そのなんかこの見計らったり、今駆け引き。加湿器もある。二ついいですね。トゥルルルトゥ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 トゥトゥ、気づいた時には愛していたんだ。猫はこたつで丸くなる。人間もこたつで丸くなる。ココアもこたつで丸くなる。みんなもこたつで丸くなる。仕事行ってきます。またね、またね。こたつっていいですよね。こたつっていいわ。雪が降ったら雪だるま作ってみる、しますね。雪降るかな、今年降ってほしいな。ウィンター。なんかこたつでアイスとか、こたつでみかんとか、こたつでかき氷とか。いや、こたつでかき氷は知らんけど、こたつ入ったらなんか冷たいもの欲しくない。アイスクリーム売れるらしい。あ、やっぱりそうなんだ。冬でもアイス売れるよね。おはようございます。こたつで寝たら喉カラカラになる。あ、そうなんですか。でもなんかこたつ
の中のあのこたつの中の空間でこうあったかくない場所ありません？なんか微妙になんかちょっと寒い場所で、なんかこのすもなんかあったかくなる発熱場所があって、そこからちょっと離れて布団と布団の間で、だからなんかその発熱場所の下に足を置きたくなる、あるよね。なんかやっぱり私だけじゃないですよね。でもどこが空いてるか分かる空冷気入ってくるもん、冷たい空気。ばあちゃんちゃんもこたつがありますよ。最高。今こちらマイナス5度。雪じゃん。迷わず雪降るやん。額が広そうはキンク。額？額広そう。三分の一額だ。なんかでも ちなみに今お布団な寒くて出られません。寒いですよね。なんかでもこうさ寒くてこんなじゃブル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 うーってなって、でも急にふって力抜いたら結構意外にいけるかもみたいな感じの時あるんですよね。なんか逆に力入れちゃったら、はいやござりんす、あやでございます。さっき帰ってきたので寝ていいか、寝てください。あわてんぼうのサンタクロース、煙突のぞいて落っこちた、あいたたブルンブルンブルン。なんか童話をなんか間違えずに歌ってって難しくないですか？確実に間違えずに歌ってって、今年は何を頼む？来るかな？まず。いいな、いいな。中学校1年生の時はあのあれなんですよ、3年分のクリスマスの約束って言って
あのジャケット、カープのジャケットもらいました。ファンがサンタになってくれるよ。サンタさん、サンタさん、いい子にするから。サンタさん、いい子にしておけ。広島でいい子にしとくけん。なんか待って、私なんかさ、ここなんかでかくない？ここなんか、あ、最近小さい頃のアルバムとか見てたんですけど、なんか小さい頃からなんかさ、タッポンこれも骨格なんかな、ここにで、ここに顎がなんか最近アルバム見たんですよ、昔のね、ちっちゃい時の写真見てたら、なんか変わってなかったあんまり。もうなんかこういう感じ。なんとも言え、なんかあの小さい頃の一番新しい記憶、ん、一番古い記憶って何ですか皆さん。なんか私はなんかアルバムを見てやっと思い出したみたいな。2歳、おはよう。2歳の記憶、小学校の記憶、4歳の記憶、3歳の記憶、私は覚えてないかな。なんか写真見たら思い出す。あ、この時なんとかかんとか、お腹の中、あ、でお腹の中を覚えてるってか、なんかいますよね。2歳くらい、小学校1年生、2歳くらいか。なんか私は2歳か3歳かの時に、なんか地域の祭りでなんか黄色い棒を持った鬼みたいな人になんか追いかけられる夢見たことありますよ。夢じゃない、夢じゃない、本当の記憶、これは記憶です。50分早い。じゃ7時にやめようかな。結構怖いですよね。でもなんか怖い気持ちさせるためじゃなくて、なんか
いや骸骨じゃないけ、それなあちゃんが見た夢じゃけ。いや骸骨には合ってないけ。私なあちゃんが骸骨見てそれがいい夢だったよってことだけどさ、いや本当のなんか鬼になんか抱っこされて厄払いみたいな、1年の1年生の時、あのその1年をなんか安全に過ごせられるように抱っこしてもらうみたいな。いちいちそんなに怖い顔にせんでもいいですよねって感じですよね。なんかそういうのって普通に可愛いね、なんかマスコットキャラクターがなんかでやればいいのにね、いちいち怖い顔にしてね、怖い顔の人がそのそれに抱っこされたらなんかいいことあります、1年安全に過ごせますよって。なんか別に怖い顔しなくてもいい、鬼じゃなくてもいいじゃん。悪い何か思い出してくれるんですかね、わからない、どうなんだろう。スライリー鼻長いね長いです。お仕事とか皆さん用事がある方はぜひぜひ今日も一日頑張ってくださいね。行ってらっしゃい、お先に行ってらっしゃい。今日は7時まで配信しますね。心配で来ちゃった、あ心配をかけてごめんなさい、心配してくれてありがとうございます。私は元気でございます。平熱、今日も平熱、普通に過ごせております。家族も元気です。まだいいんでね、仕事に行くか仕事辞めていくか見るか、いやいや仕事に行ってください。元気です。なんか私の骨格なんよ、気になるのがなんか小さい頃から変わらんね。なんか顔とかは二十歳とかになったら中とし始めるって言うけど、やっぱ丸い、まだ子供みたいって言ったらまだ子供時期って言われるんですけど、はい、ミワは好きですか？ありがとう。おはようございます。ココアの可愛さがここに詰まってる。やん。クリスマスがいっぱい、
クリアしましょうみたいな。なんかでも We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year ってあるじゃん。もうほんまに and happy new year and happy new year、 もうほんまにすぐに年明けですよね、クリスマス終わったら。イベント続き好きですよ私。イベントがこう続くのは好きなんです。何かイベントがあるとね、1週間後です。イベントが近づくとワクワクする。確かに。あー太っちゃう。太らないのに糖質オフもお餅って言わないかね。噛みすぎて糖質オフお餅。お餅は当たるもなく、お餅好きだよ。なんか去年お餅めっちゃ食べたんですよね。醤油きな粉とかばあちゃんが作ってくれたなんかお汁、毎年ねばあちゃんとね年越すんですよね。ばあちゃん家に行くんですよね。私だけ行くんですよ、ね、あーちゃんは家におる、母さんも家にいて、お雑煮、お雑煮、お雑煮だ、それが言いたかった。お雑煮だなんとか煮だみたいな。今アラーム鳴ったってことは多分ちょうど7時。ちょうど7時ですか。喉に詰まらないで注意。あ1時ですか、早い。1時間をやっぱりみんなと一緒に過ごすとあっという間ですね。朝からありがとうございます。楽しいですね。ありがとう。朝から元気みんなに配布できたかな。元気を散布、今日はね、今日はねここら辺で朝の配信は終わりたいと思います。それではランキングを読みます。13位ハイケイさん、12位コケパンさん、11位ヨウさん、10位カキヒロさん、9位コマメマキさん、8位クルトさん、7位ステックさん、6位ヒサさん、5位ナッシーさん、4位秋里さん、3位スエンさん、2位ヤススさん、1位はチャーミーさんです。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただきありがとうございます。今日は木曜日、今日金曜日、一日頑張って土日を迎えましょう。
土日の12月13日は私とじゃん、江田島デート、ツイッター企画第2弾コカワと江田島デート12月13日開催。これはツイッターにてカイコカワと一緒にデートしましょう。はい、これはね楽しみにしてますからね。いつもありがとうございます。それでは放送終了まで5、4、3、2、1、バイバイ、ありがとうございました。